こんにちは今週の地形学インサイトは、アジアパシフィックイニシアティブ研究主管、地形学研究所欧米グループグループ長、慶応義塾大学法学部教授でいらっしゃいます、細谷雄一先生に、欧州の経済安全保障戦略、そして日常協力についてお伺いしていきます。聞き手は私、地形学研究所客員研究員の保護真理子が務めさせていただきます。細谷先生、本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 早速なんですけれども、昨年6月に EU の経済安全保障戦略が発表され、サプライチェーン、重要インフラ、技術安全保障、経済依存と威圧という4分野でのリスクを特定するとともに、これらのリスクを緩和するための3つのアプローチ、プロモート、プロテクト、パートナーを示しました。 また今年に入り、ですね1月24日には、経済安全保障強化のためのパッケージを発表し、ここで3つのアプローチを軸に、体内投資規制、輸出管理、体外投資規制、デュアルユース技術の研究開発、研究セキュリティという5分野を特定しています。 えー、このパッケージの内容と意義についてえー、お伺いできますでしょうか。また、あの6月の戦略が出た時には、各国のあの足並みが揃わずに、まあ、今後もなかなか揃わないという前提の中で絞り出したという声もありました。けれども、今回のパッケージは各国の足並みと実効性という意味では何か変化があったのでしょうか？はい、あの冨樫さんありがとうございます。あの今いくつかとても重要なことをあの冨樫さん、おっしゃってあのいただきました。あの、最後のご質問で。まあ、各 国の足並みと実効性ということなんですけどもまさに今回の,あの政策パッケージはこれが、まあ、焦点になっていると言えると思いますあの簡単に申し上げますとあの先ほども少し触れました六月二十日昨年の,あの、ま、EU としてあの出した新しいこの あの経済安全保障戦略あのですねこれがあの、まあ、いくつかの重要な特徴があったと思うんです一つは対中戦略の転換ですね、これはちょうどあの7月に EU があの、まあ、大きく対中戦略を転換しました。まあ、それまでは特にドイツが自動車産業を中心に、まあ、あの中国への経済的な依存が非常にあの深かった。 まあそれをですねやはりあのロシアであの天然ガスの依存が大きいことが結局は対露政策を誤ったという認識から対中政策を転換する必要性というものがあの認識されている、まあ、今回の,あの経済総称戦略も間違いなくこの中国を意識しているということが一つ目だと思います二つ目に重要なのが同志国との協力ということで、まあ、これはもともとですね去年の,あのまあ3月になりますけれどもあのホンダライエン の EU の欧州委員会委員長が、まあ、デリスキングという言葉を使いましたが、まあ、それが出てきた実は大きな背景があの、アメリカとの協調なんですね、つまりアメリカが非常に厳しいあの経済安全保障戦略というのを進めている中で、まあ、EU もそれにある意味ではこうしないといけないと。 いうことで、まあ、米欧の提携協調というものが一つ、もう一つはあの日本との協力ですねで。これは言うまでもなくあの、去年の5月、広島サミットがありましたので、まああのー、その文書の中でもあの、経済安全保障と経済強靭性についての,あの共同声明が出ました。まあ、それに向けて、米欧の調整とあの日欧の調整というのが必要ある。まあ今まで、米欧というのは、特にコンペティター。うん まああの競争の側面が非常に強かったと思うんですけれども、まあ、あの近年ではやはり米欧の協調、経済安全保障をめぐる協調、まあ、また日欧の協力というのも非常に顕著だろうと思います。そして3つ目の重要なポイントが、ですねやはりあの域内、EU 内での不協和音ですね。 これはやはりあの今回の経済安全保障戦略が、一般的にはあの先ほども名前を出しました、フォンデアライエン欧州委員,委員会の委員長が主導したと言われています。フォンデアライエンさん、非常にあの中国に厳しい姿勢を取ってまして、ロシアに対しても非常に厳しいあの姿勢を取ってます。でこれに対してどこまで加盟国がついてくるか、特にこの中で重要なのはおそらくドイツ。 だと先ほど申し上げた通りドイツはあのメルケル政権の間に中国との経済関係を、まあ、非常に深くあのその緊密な関係を作りましたので、まあ、そういった意味でドイツの中では、まあ、そこまで中国にあの厳しい政策を取る必要があるのかという違和感もある。 でえー、あの今回のパッケージということなんですけども、重要なのは、ですね基本的にこれ、は欧州委員会の文書なんですね。欧州委員会の文書というのは、つまり欧州委員会というのはあの、政策を提案することはできるけれども、拘束力があるのは欧州理事会、理事会の方うなんですね。 基本的な方針、コミュニケーションを出して、その後に欧州理事会が採択するコンクルージョンですね。でなので、これは加盟国を拘束することができる。ところが、今回はある意味では欧州委員会の文書というのは言いっぱなしであって、まあ、ある意味ではこの加盟国がそれにあの実行するかどうかということ、まあ、特に重要なのが今回あのテーマになったのが対外投資規制、まあ、EU。 の域内の外国企業です、ね、これが、まあ、あの投資をする際に、まあ、特に AI とか量子の技術のときにどこまであの、まあ、あの外国企業あの投資規制をするかと、まあ、これに対してもかなり厳しいあの反発がありまして結局のところは抽象的な文言でとどまってしまったと。 なので、大きな方向性は示しながら、まあ、具体的なあの検討というものには今回入れなかったという意味では、まあ、先ほどご案内あったような各国の足並みの乱れということと、まあ、実効性、これ、なぜ実効性に懸念があるかといえば、一番大きいのは今年の6月に欧州議会選挙があるので、結局のところは、欧州議会選挙が終わるまでは、この EU の中での合意というのは作るべきではない、あるいは作れないというのが、結局、あの今回の政策パッケージを、 打ち上げながらあのまあ加盟国を拘束できるような具体的なものにはならなかったということだと思います。ありがとうございます。あの今日欧のあの協調という話もいただきましたけれども、あの EU のあのまあ6月に出た戦略を見てみますと、あのまあ日本政府からの助言を受けたあのという情報も出て。 おり,あおりあのこの EU の産業支援産業防衛それから国際枠組みというのは日本政府が示している枠組みとあの全く同じですよねでこれは日曜間での経済安保政策における親和性の高さと捉えてもよろしいのでしょうかでまた産業防衛であの足並みを揃えていくということ以外にもですね産業支援 での協力も重要となってくる中で例えば水素などの分野では日曜間で実際に協力が進んでいますで今後具体的にどのような分野で日曜間で協力が進んでいくのでしょうかはい、ありがとうございますあのおっしゃる通りまあやはりあの非常にこの eu の動きを見て顕著なのが日本との連携なんですよねであのまあ、調整ということで言うとある意味ではまああの ちょうど去年の先ほども触れたあの広島の G7 サミットがあったので、まあ、その文書を作る途中に当然ながら日をの間で、まあ、日 EU もそうですし欧州諸国もそうですけれども連携をするここで調整をするとだですのであ,のある意味ではそのサミットに向けて日欧で調整した内容というものあるいは合意文書というものの骨格が、まあ、そのまま 6月、翌月の,あのこの欧州の経済安保戦略に引き継がれていくということですね、この流れが、まあそれだけではなくて、具体的な分野ということでいうと、もちろん先ほどおっしゃったような、まあ、水素というのもそうですし、あともう一つ重要なのは、やはり先端半導体ですね。半導体での日、欧の協力、と、まあ、りわけあの西村あの経産大臣が非常に積極的にあのこの問題に取り組んでですね。 昨年の7月に、あの日 EU のこの会合を、閣僚級の会合をしたときに、半導体の分野であのこれからあの協力していくということをあの合意しましたで。これはやはりですね、なぜそういうことが起きたかといえば、やはりあのアメリカのチップス法によってです、ね、とりわけオランダが、あの相当程度、まあ、国内の企業がそれによって影響を受けるということの不満が大きかった。 でそこからあの戦略的あの自立という言葉が非常に EU の中でも繰り返し語られるように、まあ、それまではどちらかというとフランスのマクロン大統領がまあ使ってむしろそれに対する反発、違和感が強かったんですけれども、むしろまああのオランダの,この半導体の問題に挙げられるように、あのアメリカに対して、あるいは中国に対して、あのー、より一層その半導体の産業を育成していく必要がある。まあ、これが の EU の中で非常に強く出ている、当然だから日本も同様の傾向があの見られたんだと思います。まあ、ある意味ではあの、EU の中では一部にはです、ね、アメリカに対するデリスキングが必要だとで、それをする上ではあの、EU だけでは不十分なので、やはりあの日 EU の連携、日欧の連携というものがあの非常に重要になってくると思うんですね。まあ、これは GCAP という形で、日、A、イタリアの戦闘機の開発もまあ行われてますし。うん まあ、近年は、この日欧の、この科学技術分野、あるいは経済安全保障分野での。提携連携協力というものが、非常に、あの、私は、あの、重要になっていると思います。ありがとうございます。あの、実は、次の質問への、すごい、非常にいい導入を、あの、していただきましてですね。あの、まあ、今、お話しいただいたように、まあ、アメリカの、あの、まあ、単独的な行動が。まあ、日本、まあ、ヒント、オランダ、あの、オランダでも、あの。 反発を起こしたというお話をいただきましたけれどもあの、まあ、一方で昨年は日 EU 関係の格上げですとか日 EU 戦略対話などの,あの創設などあのこれまでにないペースで日 EU 関係は結束を強めてきましたで昨年まであの私イギリスの、I、ISS にあの松本様方フェルとしていておったんですけれども あの昨年のシャングリラ対話でも改めてあのインド太平洋と欧州を切り離すことはできないという言葉が至るところで聞かれました。でこの深まる日 EU 関係と、えー、両者にとって非常にステークに高いアメリカの経済安保分野での、まあ、方向性という構図の中で、まあ、今後同質国間で経済安全保障政策協調を進めるにあたって日欧の役割が今おっしゃったように、まあ、一層重要になってくるのかなと個人的に思うところでもあるんですけれども。 あのまあ今年一年まあ選挙十一月に大統領選が控えている中で。まあ、アメリカのこうした行動が、まあ今後も続く、もしくは拍車がかかり得るということが予想される中で。議長はともにどうアメリカに向き合っていくべきなんでしょうか。はい、あのまさにそこがポイントになってくると思います。やはりですね、アメリカの大統領選挙で、あの予想以上に。まああの一つはトランプ候補が強いということ。これがやはりですね。 ブルシュの中では大きな不安材料となっている。 あのもちろんあのトランプ大統領あの納豆からの離脱ということも言ってますから、まあ、相当程度トランプ政権で欧州との関係が変わるのではないかということは一つ懸念されているところがもう一方ではあの先ほども触れたチップス法や IRA のインフレ抑制法をはじめとして実はあのバイデン政権が個別的なあのこれらの問題をめぐってあの産業政策貿易政策をめぐって部分的にはトランプ政権以上にあの米国第一主義的な側面もあった。 ですのであの、もう一方では大統領選挙の結果にかかわらず、やはりアメリカがあの自国優先主義的な政策を取るということは当然であると。まあ、言い換えたら、それはある意味ではヨーロッパも同様な部分もあると思うんですけども。し、まあ、しかしなががらやはりあの米中が あの大国として非常に大きな影響力を持っているので、まあ、そういった中では日欧がそれぞれの不足を補って協力するということ、まあ、先ほど半導体についてもあの触れましたけどもこれは例えばあの日本のラピダスとまあブルッセルベ,ベルギーにあるそのアイメク、まあこういったあの日本と EU との間であの研究開発をこれから連携していく全来全あのその人材の交流というのを 深めていくということを、まあ、かなり強く EU はやっぱり求めてるわけですね。で一方で日本もあの、まあ、従来の,あの,、まああの経済政策を考えたときにアメリカがこのままあのやはりデカップリングないしはデリスキングを進めていくとしたら、まあ、従来以上に同志国、価値を共有する国々との、まあ、サプライチェーンの再構築というのが重要になってくる。まあ、そこで重要にななってくるのは当然ながら アメリカもそうですけれども、EU、そして韓国あの、オーストラリア、こういった国々だと思うんですね。ですので、こういった国々との連携、つまり従来は日米が重要である、まあ、あの特に安全保障を考えたときには、アメリカ以外に日本には頼れる同盟国はいないという現実があるわけですけれども、一方で経済関係を考えたときに、まあ、疑わなくこの数年間で、あのまあ、アメリカ以外の国々ですね、当然ながら日本と EU との間には EPA、 という形での,あの貿易協定を結ぶ包括的な貿易協定を結んでますので、まあ、この傾向というのはしばらくあのさらに格上げされて、強化されていくということで、まあ、言ってみたら、アメリカを阻害して、アメリカと敵対するのではなくて、まあ、日 EU の間で国際的ないわゆるルール形成ですね、ルール形成を主導して、そのルールというものがアメリカにとっても中国にとっても利益がある公共財にしていく。 そのことによってアメリカも中国も、まあ、例えば日本が個別的にアメリカや中国にあのその対応すれば、日本の言うことは聞かないかもしれない。これは2010年のレアアースの時もそうでしたよね、経済的な威圧という形で、まあ、強制という形で日本は大きく。 な不利益を受けました、まあ、それに対して国際的なルールを守るということ、日本単独ではまあ十分な影響力はないかもしれないけれども、まあ、日本がそれ以外の諸国、例えば EU とかオーストラリアであるとか、あるいはあの韓国であるとか、まあ、こういった国々と連携することによって、まあ、従来以上により大きな声で国際社会にあのおいてですねルールを守る。 あるいは法の支援を守るということを訴えることアピールすることができてそのことがアメリカにどうアプローチしたらいいかということの一つの答えになるんじゃないかなと思いますね吉田先生ありがとうございます大変勉強になりましたえ本日の地形学インサイトは以上となりますこの YouTube チャンネルにて定期的に配信を行っておりますので高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました Conflict could take many different forms: an all- out war between China and Taiwan, but also a blockade uh, could be uh, a substantial risk for many companies and if you you' kind of Taiwan identity toんですよね.